はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。はい、今日なんですけども、はい、陸情報が、3点ほど出てきて、そうですね。今日はそのあたりをやっていきたいなと思います。はい、はいはい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。高評価もお願いします。はい、早速なんですけども、はい一つ目ですね。はい、これは以前にもお伝えはしてるんですけども、はい、エアージョーダン1ハイの OG で、バイオハックという名前なんですね。はい。ねはいまあ、ちょっとね、このを見てもらったらわかるかもしれないんですけど、はい、以前ですね、アンディ・フィーテッドさんの方で、エアージョーダン1とのコラボがあるっていう話してたんですけど、はい、そのカラーに、ね、似てる靴なんですけど、どうもそのアンディ・フィーテッドさんとエアージョーダン1のコラボのモデルというのは、これはそうじゃなくて、一応先ほどフィアレスが言ったバイオハックっていうモデルで発売するみたいなんですよね。はい、で実物の方が出てきているんですけど、2005年に発売されましたアンディ・ヒューテッドとナイキタンクのコラボの、まあ、カラーをそのままね、カラーウェイが似ているので、エアジョーダン1とのコラボでアンディ・ヒューテッドで発売するんじゃないかっていう話があったんですけど、はい、それは一旦置いといて、はいまあ、このモデルに関しては一応バイオハックっていう形で、来てましたね。あそうなんですね、発売の方が一応9月の5日ということで来てるんですけど、はい、ちょっと見ていきましょうか、はい、実物の投稿もありますので、はいはいはいまあ、以前言いました通り2005年のアンディ・フィーテッドとナイキダンコラボの、まあ、カラーに似てるんですけどそうですね、はいまあつま先の部分がいわゆる水色になってまして、はいまあ、サイドの部分がねブラウンであったりとか、まあ、割とねネオンカラーって言っていいんですかね、まあ、ネオンカラーが使われているカラーで、はいすべてね、上質な、一応プレミアムな、スウェード素材。まあなんかすべてスウェードなのかどうかはちょっとまだわかんないんですけど、はい、まあ一応全体見る限りではスウェードっぽいですよね。まあこのね、ダークな、はいブラウンとの色と、はい、まあそのネオンカラーとの組み合わせっていうのはちょっと面白いですね。面白いですよね。はい、正面から見てもらうとね、よくね、なんていうんですか、黄色を使われてるのとかよくわかったりするんですけど、はい、まあサイドから見たらね、一瞬ね、トラビス・スコットが好きそうなね、土っぽいカラーのブラウンに見えるんですけど、そう、ね、正面から見てもらうとね、割とネオンカラーなんですよね。うん、ちょっとこういう靴の感じを見ると、2000年前半に流行ってました。はい、まあ音楽で言うと、エレクトロクラッシュっていう音楽が流行ってまして、はい、その時割とね、ネオンカラーのアイテムを身につけて、うん、クラブに遊びに来る子が結構いたんで、はいはいまあ、その時のこと思い出しましたね。なんか、うんなんかまあ、こういう靴久しぶりに履きたいなっていう感じはちょっとありますね。はいまあ、楽しみな一足なんですけど、はいはい、こちらの方がまたエアジョーダン1の方に来るので、はいまあ、またね、詳細が分かれば、そうですね。はい、こちらの方に紹介したいと思うので、はいはいはい、続きまして、はいナイキダンクローの、はいまあ、ナイキ SB ダンクローですね、はい、の ACG ですね。そうですね。はいまあ、その名前の通りなんですけど、ACG のカラーをまあ一応落とし込んでる SB ダンクが出てきたんですけど、はいはい、こちらの方がですね、91年に発売されました ACG のテラって言われているモデルがあるんですけど、はいまあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、はいまあ、これをね、なんですね、カラーウェイそのまま使われてるんじゃないかっていう感じなんですよね。はい、サイドソールのところに、なんていうんですかね、ザラザラした、なんていうんですかね、デザインになってるんですけど、はい、当時ね、これ、この91年に出たモデルは、このサイドソールのことを、テレビノイズっていうふうに言われてました。テレビで昔あったじゃないですか。砂嵐。はい、砂嵐のを表現してるんじゃないかって言われてたんですけど、はい、まさに今回のね、このダンクに関しても、サイドソールを見ると、それがね、使われてるんですよ。なるほど。はい。まあ、これね、この写真以外がないんで、正面がどうなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、わかんないですね。はい。まあ、ブルーと、いわゆる、スウッシュが、まあ、オレンジのような赤のようなのが使われてまして、うん、で、一応シューレースが黄色なんですかね、これ。そうですね。はい。っていう感じなんですけど、まあ、この色合いで出るんだと欲しいですね。ああ、はい。で、発売の方がね、これ、確か秋の終わりぐらいですかね。はい。っていう風に、ね、はい、リークが来てるんですけど、はい、これに関してはね、一切ね、他のね、画像がないので、あ、まあそうなんですね。はい、インスタの方でまだなんか見つけ次第、こちらの方でご紹介したいと思うんですけど、そうですね。はい。まあ、また、詳細が分かれば、はい、はい。こちらでもご紹介したいなと思います。先ほどね、ナイキ SB ダンクの、はい、ACG 紹介したじゃないですか。はい、ACG 紹介したんですけど、はい、このことを、詳しく書いているサイトで、スニーカーフリーカーっていう、まあ、スニーカーのウェブマガジン、まあ、一応、雑誌の方も発行してるんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、そこがね、今回のこの ACG のダンクのこと結構書いてまして、はい、ちょっと読んでたんですよ、文章。そしたら、今月発売されるスニーカーフリーカーの、まあ、雑誌の方なんですけど、表紙がですね、エアディオール。はい、表紙にしてまして、そうね、どうもエアディオールの特集をなんかしてそうなんですけど、はいはい、中身はまだ読んでないんですけど、はい、
でですね、このエアディオールに関して GQ ジャパンっていう雑誌があるじゃないですか、はい、日本で今、うん、日本で、あ、日本で発売されてるものなんですけど、はい、そちらの方でエアディオールを使ったファッションページがありまして、で、確かね、靴の方が24万円って書いてましたね、はい、日本価格で。あ、そうなんですか。はい、で、それ以外では一応アパレルを使ったファッションページが確か数ページあったと思うんですけど、もしね、今回のエアディオールの7月7日に発売されるエアディオールに興味がある方は、今発売してるね、あの GQ ジャパンをちょっと見てもらえば、まあ、詳細がよくわかると思う。はい。はい、あの続きまして、はい、3つ目のリークになるんですけども、はい、これが、ナイキ SB ダンクローと、はい、インスタントとのコラボなんですね。そうですね。はい、以前もね、ご紹介したんですけど、はい、めちゃくちゃ写真が出てきてるんですよ。はい、はい。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、以前も話したんですけど、かかとの部分の、ね、犬とこの骨のボーンっていうんですか、はい、掛け合わせた、ね、デザインがちょっと面白いなとかって言ってたんですけど、うん、あの正面から見てもらった写真で、つま先の部分のこの銀色の部分があるんですけど、はい、これがね、どうもリフレクトになってそうな感じなんですよ、ね。あ、そうなんですか。ちょっと見てもらいたいんですけど、あの光ってるね、あの画像を何個か見たんで、おそらくこのつま先に関してはリフレクトで間違いなさそうですね。あ、そうなんです。他の部分はいわゆる、マットな、まあ、レザーなんですけど、うん、はい、あ、つま先の部分だけおそらくちょっとだけ素材が違うのかなっていう感じがするんですけど、はい、このインスタントに関してなんですけど、はい、2007年ぐらいにですね、はい、インスタントの方がナイキ SB とコラボしまして、はい、まあ、その時はセブンスターっていう、あの、なんですか、まあ、トリプルネームじゃないですけど、はい、発売されたタングがあるんですけど、その時もね、確かにスウッシュの方が、まあ、リフレクトじゃないんですけど、はい、ややちょっとピカル、まあ、光るっていう感じの、はい、あの、スウッシュだったんで、はい、まあ、それを思い出したなっていう感じなんですけど、なるほど、あ、今回のそのつま先の件に関しては、はいはい、こちらの方が、なんか近いうちと言いますか、まあ、数ヶ月以内に発売するんじゃないかっていう話が来てるんですけど、まあ、いっぱいね、あの、実物の動画何個か見たんで、はい、もしかしたらね、割と近いかもしれないですね。そうですね。はい、まあ、こちらの方もまた情報が分かり次第。そうですね。はい。かなり面白いデザインの。これね、気にはなりますね、やっぱりね。はい、ダンクなんで。はい。これってインスタントって前なんか手紙でしたっけ？あ、ベン&ジェリーズでしたっけ、はい、あ、確かそうでした、ね。そうですね、はい。また手紙なんですね。ね、往復のやつですよね。はい。なるほど、なるほど。はい。まあ、詳細がまた出れば。はい、そうですね。はい。はい、またあの詳細分かれば、あの、こちらでお伝えしたいなと思いますので。今日は音楽情報あるんですか？ありますね。あるんですけど、はい、その前にですね、あの、ファッションとアートの話ちょっとしていいですか？ああ、いいですよ。はい。ですね、あの、ちょっと見てもらいたいんですけど、ザラってあるじゃないですか。はい、はい。プチプライスの、まあ、お店といいますか、はい、ファーストファッションのザラがあるんですけど、そのザラがですね、あの、ジョー・マローンっていう、ジョー・ラブズっていう、あの、何ですか、有名な香水があるんですよ。はい。ジョー・マローンが手掛けてる、あれ、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、ジョー・ラブズっていう香水がありまして、うん、ザラの方が、その、ジョー・ラブスとコラボしまして、はい、5月の27日にあの発売したんですよ、ナンバータンが。はい、香水とキャンドルもね、はい、発売しまして。で、僕ね、これ買ったんですよ、これ。買ったんですけど、もともとね、別に僕、ザラのこの香水に興味があったわけじゃなくて、はい、あのね、この情報を知った時に、はい、なんで興味を持ったかというと、僕がね、普段、この20年間ぐらい、はい、あの、購読している、あの、フランスの、アートファッションマガジンで、セルフサービスマガジンってあるんですけど、はい、そのセルフサービスマガジンの、はい、アートディレクションをやっている、エズラっていう人がいるんですけど、はい、まあ、いわゆるその雑誌を作っている人なんですけど、はい、その人がね、あの、デザイン監修してて、このボトルのデザインから、箱まで全部そのエズラが担当してたんで、あ、これは買わなあかんなっていうので、買ったんですよね。だから、どんな匂いがするとか、全然わかんないまま、ただ単にその彼がデザインしてるっていうだけで買ったんで、また近日中に届くので、セルフサービスマガジン の、 あの雑誌を持ってきてですね、まあ、その、何ですかね、デザインがこれはこういうことだっていう説明を、また今度したいなと。ああ、そう、はい、思いますので、はい。で、音楽の話なんですけど、はい。はい、ですね、レディー・ガガが、先週アルバム出まして、はい、ちょっと聞いたんですけど、はい、それ良かったんで、ちょっと紹介したいんですけど、うん、あの、最近のレディー・ガガって、トニー・ベネットっていう、ジャズの有名な、はい、はい、そうなんです、あの、ミュージシャンとコラボしてジャズアルバム出したりとか、うん、あのね、ブラッドリー・クーパーと、うん、あの、アリー、うん、スター担当でしたっけ、はい、はい。ああいう感じのことやってて、普段のレディー・ガガの、いわゆる音楽の感じじゃない、まあ、アルバムが出たりとかしてたんですけど、はい、今回のこれ聞いたときに、ボーン・ディスウェイっていうアルバムが出た時の、はい、それ以前の、いわゆるね、ちょっとパワフルだったなっていうレディー・ガガの感じがね、戻ってきてるアルバムやったんですよ。そうなんです。で、聞いたんですけど、結構全曲良くて、うん、まあ、どういうアルバムだったかっていうと、いわゆるエレクトダンスポップアルバムで、はい、すごくファンキーで、あの、まあ、あの、ビジュアルちょっと見てもらったらわかるんですけど、あの、ピンク色のね、
あの髪の毛にして、あの化粧の方もねちょっと奇抜な感じにして、あの、はい、初期の感じにすごく戻ってきてるので、うんうん、あとアリアナグランデのコラボも結構良かったんで、うん、まあちょっと聞いてもらいたいなっていう、あのレディーガガに関してはね多分知ってる人結構いると思うんで、うん、はい、なんでまあちょっと聞いてもらいたいなっていう感じですかね。はい、まあレディーガガに関しては、まあ、説明はいらないかなっていう感じで、まあそんな彼女のね新しいアルバムが良かったよっていうことなんで、はいはい、あの概要欄の方にストリーミングの URL と、はい、YouTube のも貼っておきますので、うん、まだ聞いてもらえればなと思います。はい、はい、以上です。またあの、はい、こんな感じであのリーク情報だったりとか、そうですね、はい、あの買ったものだったりとか、はい、あとまあ音楽ファッション、はい、あとアートの情報とか、そうですね、はい、合わせてあのお伝えしていきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. That Parker's can't listen, but finish.